はい、こんばんは。現在9月8日23時58分ですね。さあ、おかんがコインランドリー行ってる間に多分もう一本見れますんで、鈴宮春日の憂鬱11話見ました。続いて12話いきます。ケダフリが至ってごく正常なお盆を過ぎた夏の盛りの日のことである。テレビに映る試合は俺と全く縁もゆかりもない剣同士の戦いだが、ハンガンビー的精神により負けている方をなんとなく応援していると、携帯が着信音をがなり立て始めやがった。ある日だ。今日あんた暇でしょ。イージジャストの駅前に全員集合だから。あっさり切っちまいやがった。俺が今日暇だとなんでわかるんだ。これでも俺はまあ全く何の予定もないわけだな。なんだ。言い忘れてたわ。水着一式を持って自転車で来ること、それから十分なお金ね。以上、オーバー。やだ、なんなんだ一体。ナシが今悠々と三塁を回る。ピッチャー鈴木落ちています。ビルに忍びない光景です。悲惨ですね。最後の投手もしょうがねえな。あれ、歌が変わってる。これがエンドレスエイトか。話は聞いてたので、多分これが8回続くってことなんかな。うん。そういうことかな。うん。まあ。まあ、多分これでおかん帰ってきると思うんで、とりあえず12話でした。今の病院は他の先生に任せて東京の武蔵野医療センターに移るんです。ずっと考えてはいたんですが、タイミング的に今の中医療の道も人生もステップアップしようと。人生もそうなったら相原さんの担当エリアから外れるので、今後頼ることになってもルール違反にはならないですよね。待ち遠しいです。そうですね。私も28なんでいつでも結婚できる準備を始めたんです。あとは素敵な恋愛を待つだけです。そうですか。僕も考えなきゃいけないのかな。お付き合いされてる方はいらっしゃらないんですよね。はい。気になる人も今はないですね。じゃあ私にもチャンスあります。ありがとうございます。現在9月
ドラマビットなんですが、鈴宮マルヒの唯一13は、見終わりまして、これも14枚いきます。
数が 15,521、 前より8回増えた。どういう時の流れなんやろこれ。はい、以上16話でした。営業が終わると、いらっしゃいませ。
焼き鳥屋さんでアルバイトしながら家庭を支え、大人気でもやるお話聞いていただけませんか。地道な営業で少しずつ契約が、会社再建のめどがついた頃、もう一度だけ、ダメだったら諦めようと新人白鳥おじさんに応募すると、グランプリを獲得するのに応募したり、これは世界観が決まるな。ここに決めたいと思います。今回もご協力くださいました不動産会社の皆様、ありがとうございました。また一人18歳が夢を叶えるために上京してきたんですけども、なんとこの夢がちょっと驚きで、しかも本当に叶っちゃうかもしれません。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。女優を目指し今年5月に兵庫県から上京、ね、番組に出演したのがきっかけで、1ヶ月後グッドがカットをしたり柱に針が入るように穴を作ったりしてきましたが、キットはその針もスタイルぴったりの状態で届くので、あとは組み立て図通りにはめ込むだけ。おお、入った。壁が全部立ったら1日1500円でレンタルできる空気の圧力で釘を押し出すネイルガンで壁を固定。本来なら柱を立てて壁を張るのに1週間はかかる作業も、たった1日8時間で完成。そう、台風が来る前に屋根は張り終えたい。手作り一軒家、一体いくらでできるのか。改めてそのボンディ時代とか振り返っていかがですか。私も真夏サーレンさんにずっと泣いたって、その夢があったからこそ今の私があるので、努力を必ず報われるんだなって、夢を追ってればいいことあるんだなって思えたので、諦めないことがね大事ですね。やっぱね、そして試験は2時間スペシャル。全然ボンディじゃない、心配ない。さらに現役アイドルが三軒茶や節約ボンディ生活そして日テレ公式 YouTube では未公開映像を配信中、詳しくは番組ホームページまで。幸せボンディガールは TVer で無料配信中。見せよ、ユース
ナーポリ。1万5532回目の僕たちの方が正しい時間